不和内親王は、聖武天皇の御子。母は、夫人、兼犬飼弘人。治。公認天皇の皇后、井上内親王の同母妹。時期は不明であるが、日田武親王の子で、天武天皇の孫にあたる、塩焼き王と結婚している。また、一時、内親王の御位を剥奪されたことがあったというが、具体的な時期や事情はわかっていない。 天平法治8年9月18日、塩焼き王が、藤原麻丸の乱に参加して殺害されているが、不安内親王と、息子、表情死刑死丸は、連座を免れている。神護慶運3年5月、県犬飼屋女、日田武親王の娘である、押坂女王、石田女王と共謀して、聖徳天皇を譲し、志刑死丸を行為につけようとしたとして、 再び内心脳の御位を廃され、クリア新人クリアメと解明させられた上、平城京内の居住を禁じられた。志慶市マロは、土佐国に配慮されている。同年7月には、生活の死として、福40個と、水田10丁を与えられている。放棄3年12月、図祖事件は、布告による冤罪であったとして、内心脳に復帰している。 延暦元年うるう正月、息子の日上川かぐが謀反を起こそうとしたとして、伊豆国に配慮されたのに連座して、娘たちと共に、淡路国に配慮された。延暦14年12月、泉国に移された。以後の消息は不明である。松虫姫千葉県印西市に所在する、松虫寺に、不安内信号にまつわる伝承が残っている。 不安内親王は陽明を松虫姫と言ったが、不幸にして、雷を患い、手の施しようがなかったが、夢に、下佐国に、貢献新たかな薬師如来が鎮座するとの託戦があった。姫がこれを信じて東国に下ったところ、下佐国因馬軍の萩元教に果たして夢に見た、薬師堂があり、かの地に世を結んで一心に平友を祈り、ついに全開することを得た。 聖武天皇はこれを喜び、行基に命じて一時を混流させ、松虫寺と称したという物語である。また、不和内信盟は死に望んで松虫寺に分骨されることを望み、叶えられて松虫寺に分骨塚が築かれたという。現在も、松虫寺には、松虫姫五病と呼ばれる道がある。なお、松虫姫伝説については、大衆文学研究改編。 暴走の不思議な話、珍しい話による。ありがとうございます。